キメラント編というのはですね、ハンターハンターの今のところね、最高傑作というふうに僕は思ってんだけども、あの完成度は奇跡なんだけどさ、実は偶然かもというふうに思います。富樫さんっていう漫画家は完全な構成を決めて、その順番でエピソードを出すっていう、いわゆるバクマンデスノートタイプの漫画家ではなく、筋肉マンタイプの漫画家というのかな。とにかくすごいことを考えて、とりあえず寝てしまうタイプの漫画家だというのが、天空闘技場編とグリードアイランド編の念能力の設定のバラバラさからわかるように、キメラアント編でも最初に出した伏線がもう本当にこれどうすんだという状態になってるわけだよ。特にあのジャイロっていう悪の象徴みたいなキャラクターが出てきて、これが街の中で消えていったっていうような話になって、ファンの間では次ジャイロ出てくるのいつかいつかいつかって話になってんだけど、もう出てこないと。もうね、これはね、作者にしてみてももうあれ今更出せないよっていうやつの一つになってると思うんだよ。で